皆さんこんにちは。9月8日秩父おもてなし TV 豊泉智美です。さあ9月に入りまして、ひんやりとした秋の風を感じるようになりましたね。はい、体調の管理にはぜひ皆さん注意していただきたいと思いますが、ワクチン接種も秩父地域進んでいます。私もですね、今週は2回目が控えているので、なんかどんな、ね、体調の変化があるのかななんてちょっとドキドキしながら過ごしています。さあそれでは今日のラインナップご覧ください。9月8日今週のラインナップです。まず秩父ニュースは、小鹿野町と明治安田生命が協定を連携しました。秩父ヤマルビーサンドを大宮で販売。小鹿野の魅力を PR します須崎旅館のご紹介。そして秩父市インフォメーションでは水道局からのお知らせ。最後 PR 秩父はワクチン接種済みでお得、不二家賞。今日は以上のラインナップでお送りします。さあまず最初、秩父ニュースですが、小鹿野町では住民サービスの向上と地域の活性化を図ることを目的として、明治安田生命との連携に関する協定の締結式が8月31日小鹿野文化センターで行われました。小鹿野町は地域の健康づくりやがん対策、住民サービスの向上や地方創生、地域活性化などを目的として明治安田生命総合会社との連携を強化するための協定締結式を小鹿野文化センターで行いました。その中で小鹿野町の森慎太郎町長は、小鹿野町の健康づくり活動に明治安田生命総合会社のノウハウを生かし、町の健康づくり活動をより積極的に進めていきたいと期待を語りました。この協定をきっかけに、さまざまな課題を共有しながら、住民サービスの向上の取り組みへのご協力を賜りますようお願い申し上げます。今回明治安田生命さんの方で県内でも各市町村の方でこういう協定をですね、締結させていただいているというようなこともお話をいただきましてですね、うちの町の方でも検討させていただきまして、非常に良い取り組みですので、今回、この協定の締結に至ったというところでございます。小鹿野町でも健康づくり等の活動をですね、町全体で取り組んでおるんですけども、今回の明治安田生命さんとのですね、協定によって、民間企業が持っているいろんなノウハウですとかですね、そういったものも町の健康づくりに、生かせるんじゃないかなというふうに思っておりまして、そういった意味で相互に連携しながらですね、町の健康づくり運動活動をですね、さらに積極的に進めていきたいというふうに思っております。先ほど町長の方からも話ありました通り、健康に関するですね、情報提供等をさせていただきたいなと思っています。従来私どもの会社でやっている、がんセミナーですとか、そのがんセミナーというのは、先ほど受診率の問題というのは取り上げられてましたけれども、女性の乳がんの受診率の引き上げに向けたセミナーみたいなものを実施していたりしておりますので、そういった既存の、コンテンツをですね、ご提供させていただいたりすることに加えまして、町の課題、これをお伺いさせていただきながら、いろんな付加価値を生んでいきたいなというふうに考えております。小鹿野町のお住まいの方というのは、秩父営業所が完全に担当しておる形でございますので、我々が直接お客様に訪問させていただくというですね、ことになっております。はい、ということでこちら、明治安田生命と小鹿野町が締結しまして、住民サービスの向上に努めていくということです。さあ続きましては、秩父ヤマルビーサンドというフルーツパンをですね、大宮で販売が始まったということで映像をいただきました。さいたま市北区にオープンしたのがこちらのパン屋、埼玉縁結び。埼玉の魅力を見つめ直したスタッフが選び抜いた埼玉の食材にこだわって作っていますが、この度秩父食材のフルーツケーキが発売されました。
クリームで、牛乳 100% の生食パンを使用しておりますので、とても甘く美味しいです。その濃厚な味にこの山ルビーの、ちょっとあの甘くて酸っぱい感じのが、重なった時にすごく相性がいい商品なので、ぜひおすすめです。この埼玉縁結びはコロナの影響から居酒屋だったスタッフが業態を変えてオープンしたお店なんです。埼玉縁結びというあの生食パン の事業をやっておりまして、今年の6月4日にオープンしまして、でなんでまあパン屋を始めたかっていうところなんですけども、もともと埼玉市大宮駅周辺で居酒屋を7店舗やってたんですけれども、コロナでですね、かなり集客が取れないと、あとイートインではなくてこれからテイクアウト事業がやっぱりこのこれからのね、下になってくるのではないのかということで、始まりました。こちらの、秩父おもてなし観光講師さんの皆さんにちょっとお力添えをかなりいただいてまして、秩父のですね、山根ぶどう園さんから、今秩父山ルビーを、たくさんいただいてまして、今その商品を皮切りに、今日からなんですけど、実は大宮駅のエキュート大宮ノースっていうところで、催事出店しておりまして、そちらで、山根ぶどうさん の秩父山ルビーを、フルーツケークにしてなんと販売することが決まっておりまして、はい、本日から、9月の26日まで販売する計画立てられました。ありがとうございます。今後の目標はですね、まず山ルビーの、フルーツケークを、主として、シャインマスカットですとか、あとは、栗といえばポロタンですよね。ポロタンですとか、あとはわらじカツも今開発の方ちょっと進んでおりまして、こういったところで埼玉縁結び のパンとですね、秩父 の地場の食材ですとか生産者さんとつながりたいと思いますので、今後とも皆さんぜひお声掛けいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、こちら、埼玉縁結びさんでは、秩父山ルビーさんのですねフルーツケーク、まだ期間限定で販売されているということですので、お近くの方お出かけください。さあ続きましては、小鹿野町にある白石山、別名毘沙門山のふもとから湧き出る毘沙門水、こちらの毘沙門水と地場産のカボスを組み合わせ、黄金カボスの、かき氷などを提供し、小鹿野町の魅力を PR している須崎旅館、今回はこの須崎旅館を取材しました。小鹿野町に湧き出る毘沙門水はカルシウム分とミネラル分が豊富な自然水として平成の名水百選に選定されています。石灰質の白石山から湧き出る毘沙門水は中硬水でカルシウムが多く、エスプレッソコーヒーなどに向いていると言われていますが、小鹿野町にはこの名水を凍らせてかき氷として提供するお店がいくつかあり、その中の一つ、地場産の黄金カボスをシロップにしてオリジナルの味を提供している須崎旅館のおかみ須崎真紀子さんに、毘沙門氷と須崎旅館が今取り組んでいるサービスについて伺いました。創業は明治40年頃からここの、はい、ところでやっておりまして、私で4代目ですね、はい、西秩父商工会さんで、はい、毘沙門氷をブランド化するということで、はい、それがきっかけで7年前ぐらいから、はい、参加させていただいております。8月9月はご予約なしでもこう来ていただいて、このロビーで食べていただくようにしておりまして、あとはですね、宿泊のお客様が割とお風呂上がりにかき氷っていう方が多くて、そういうのもやってますよっていうことでお部屋にはこう置いてあるので、そういったことで見て、はい、注文されるのかと思います。そうですね、1年通して旅館では、はい、しております。種類は、はい、王道のいちごと、ブルーベリー、吉田とかのねブルーベリーですとか、あと、トマトと、柚子ですね、はい、
あともう一つ、はい、須崎旅館様でオリジナルも作られてた。そうですね、はい、あの秩父黄金カボスを、はい、あの元々の果汁に、はい、あのガムシロと、うん、あの配合して作ったものですね、オリジナルで。よくお客様おっしゃるのはこういちごもう本当に果肉が入ってね、あの入ってるような感じのこうドロッとした感じがすごくあの氷とこう合わさってすごい喜んでもらえますね。あとブルーベリーも同じですね。本当にあの果肉があのこうドロッと入ってるんじゃないかと思うぐらいこう濃い感じのシロップです。トマトと柚子は、はい、ちょっと想像がつかない。そうですね。でもトマトはさっぱりしていて、なんていうんですかね、あのトマト好きな方はあのやっぱトマトばっかりあのお選びになる方はいますね。あと柚子は本当にこう思った通りの柚子味で、まあ、さっぱりしてる、はい、感じですよね。オリジナルの黄金カボスのシロップはどんな、はい、あのまああのオリンピックにあのちなんで開催中なので、まあ、あのそんなこともあって金メダルを、ね、あの申した黄金カボス、割とこう皆さんあの喜んでいただいてさっぱりして、まあ、夏の暑い時期にはすごく、はい、あの喜ばれましたね。うちはもともと団体というよりも個人の方が多かったんです。ですし今もちょっと変わらないんですけど、お子さん連れのお母様とかがこう癒されるようななんか宿がいいなと思って、お子さん育てているお母さんがやっぱり元気じゃないと、私本当にこう家庭が暗くなるとやっぱりダメなんじゃないかなって自分でも3人育てて思うので、でなんかやっぱりそうすると子供も幸せかなっていうのがあって、まあ、そういうお母さん応援っていうお母さんでもないんですけど、あのご家族お、ね、あのイクメンのお父様もやっぱりゆっくりしてもらいたいなっていうことでなんかやってて、あの本当にご飯とかたあのお布団とかいらなければお子さん無料にしてて、あのそういったなんかあの試みもしていて、まあ、離乳食も温めますよみたいな形とか、あとは哺乳瓶も消毒しますよとか、あとおむつ入れも用意しますよとか、まあそんな感じではやっていて、やっぱりご家族連れでね、こうあのかき氷、大きいかき氷なんで、まあ、取り分けの皿もこうご用意したりしてやってるんですけど、まあ、ご家族の方でねこう仲良く食べていただければあの嬉しいかなと思います。様々なコロナウイルス対策もしながら、今頑張っている須崎旅館、ぜひ皆さんも泊まって応援してください。はい、続きまして秩父市インフォメーションのコーナーです。本日は広域の水道局より青葉さんにお越しいただいております。青葉さんよろしくお願いいたします。お願いします。秩父広域水道局の経営企画から来ました青葉です。本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。ということで本日はどういったご紹介でしょうか。はい、本日は水道料金の支払い方法が追加されましたので、合わせて水道料金の支払い方法を一からご説明したいと思います。はい、お願いいたします。はい、はい、じゃあ今日は資料をお持ちいただいたということで、はい、ぜひこちらご覧ください。1つ目の支払い方法としまして納入通知書での支払いです。その中でも支払いの仕方はいくつかございまして、金融機関、郵便局での現金支払い、コンビニエンスストアでの現金支払い、別所浄水場内にありますお客様センター窓口での現金支払い、そしてバーコード決済とあります。でその中のこちらですね、バーコード決済の中のペイペイ、LINE ペイ、楽天銀行サービスが今年の4月より新しく導入され利用できましたので、ぜひご活用ください。で先ほどから出ていますこちらのバーコード決済とは何かと言いますと、こちらの掲載されていますアプリから、そうですね、はい、実際今日現物をお持ちいただいたんですが、こちらはその2ヶ月に一度発送されますのなんですけども、は
こちらのバーコードをアプリ内から読み込んでいただき、どこにいてもスマートフォンがあればお支払いできるサービスとなっております。はい、こちらで、はい、今ちょっと質問なんですけども、はい、今これよくある振込通知書だと思うんですが、そうですね、はい、コンビニ支払いだとあれですよね、よくあの支払って領収書の部分だけ、そうですね、ここの部分ですね、はいはい、あのそれ以外はコンビニの方で回収があるかと思うんですが、はい、バーコード支払いの場合は、はい、ま、現物そのものを、ま、ご自宅にずっと保管という形で、そうですね、はい、大事に支払いした証拠ともなりますので、はい、大事に保管していただければと思います。はい、保管でお願いいたします。はい、はい、納入通知書での支払いは以上となります。はい、で続いて2つ目はクレジットカードでの支払いです。はい、今回はパネル用意してはないんですけども、こちらはちょっと使用条件等もございますので、と詳しくは水道局のホームページをご覧ください。はい、で最後の3つ目はこちらのパネルをご覧ください。と預金口座からの口座振替での支払いです。でこちらは事前に登録していただいた預金口座から毎月、まあ、毎回自動的に水道料金を支払い忘れやと金融機関に行く手間も省け、とても便利な支払い方法となっております。で登録の仕方はこちらに書いてあるのですが、と登録したい預金通帳とその印鑑を持参して、その通帳のお取引先の指定金融機関へ行ってください。でそこに備え付けてあります口座振替依頼書というものがございますので、そちらを記入していただき窓口へ提出していただく流れとなっております。とても便利な支払い方法ですので、ぜひまだ口座振替登録していない方がいましたら、ぜひご検討をよろしくお願いいたします。以上で支払い方法についてのご紹介を終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、今いろいろあの口座振替とかバーコード決済とかいろいろご紹介いただいたんですけど、やっぱりどんどん便利になってきますよね。そうですね、はい、いろんな支払い方法も増えてきましたので、うんうん、支払いやすい方法を選んでいただき、はい、支払っていただければと思います。はい、ぜひそちらもぜひ合わせてご確認をいただきたいんですけども、はい、詳細は、市のホームページ、あの小池水道局のホームページにも記載ございますよね。そうですね、はい、あとは、はいはい、詳細あのお問い合わせしたいって方は電話でのお問い合わせでも大丈夫ですか。そうですね、はい、水道局お客様センターに問い合わせていただければ、はい、気軽に、はい、聞いてください。はい、ぜひお問い合わせいただいて、はいはい、何か分かんないことあったらお気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、はい、ということで本日は広域の水道局より青葉さんにお越しいただきました。青葉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ最後はこちらのコーナーですが、まずは、ですね、スタジオの外で今工事が始まってしまって、ちょっと音が入ってるかもしれませんが、楽しくいきたいと思います。 PR 秩父のコーナー。はい、ということで今日はですね、ワクチン接種済みを証明するとお得な、キャンペーンがあるということで、富士愛称の木崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お得な情報というのはどんなことなんでしょうか。はい、あのワクチン接種を2回済んだ方に、撮影料金の基本料金から 10% 割引をした、お得な、サービスをあの今日はご紹介したいと思います。はい、木崎さんのところ藤谷さんは、はい、貸し衣装だったり、あと撮影もされているということなんですが、はいはい、その撮影代が、はいはい、割引に、はい、私どものお店では、衣装ももちろんレンタルをしているんですが、写真サービスもあの提供しておりまして、現在では還暦のお祝いとか古希のお祝いとか、あるいはあの金婚式のお祝いとか、そういった方のお写真撮りがあの大変増えております。はい、ちょっとなんか具体的に、はい、そうですね、お写真持ってきたんですけれども、皆さんのお客様あのご承諾いただいた、はい、お客様なんですけれども、還暦であのご夫婦であのタキシードとドレスを着て、はい、あの撮影されたりとか、はい、あのこういった感じでご夫婦でも、はい、お写真を
お着物一緒に着て撮影される方も増えています。ご主人は俺はいいよとかおっしゃったりするんですけれども、一緒にぜひ進めると、あ、じゃあやってみようかなっていうので、はい、撮影されていかれますね。はい、こちらは古希の方、70歳のお祝いですね。はい、皆さんまあ、ドレスっていうよりはお着物でお写真を撮りたいっていうご要望が多いので、はい、お着物での撮影もさせていただいています。はい、はい、こちらは振り袖、はい、振り袖を着てみたいという、はい、ご要望も、私たちが振り袖をぜひ着てくださいって勧めたわけではないんですけれども、皆さん思い思い のこの還暦とか古希のお祝いに対して、あ、こういう着物着たいなっていうことをおっしゃっていただくので、あ、じゃあぜひやってみましょうっていうので、こちらの方は振り袖なんですけれども、こちらの方は名線を着てみたい、はい、っていうので、はい、こういったちょっと秩父のね、はい、名船って有名なので着てみたいわっていうことで、はい、着てお召しになっています。はい、あとはですね、こちらははい、ドレスドレスなんですけど、はい、皆さんやっぱり結婚式をされた時にカラードレスを着なかったとか、そういった思いがあったり、はい、して、なんかこうちょっと華やかなドレスも着てみたいわとか、こちらはもうお友達、同級生ですね、高校生ぐらいか、多分そのぐらいからもう同級生の方で、皆さんも埼玉県内とかいろんなところにこうバラバラにお住まいなんですけど、旅行に毎年行っているのを、まあ、こういった写真でみんなでちょっとやってみようっていうので、はい、来ていただきました。はい、まあ、なかなか今旅行にも行けないので、そうですね、記念に残すというのはすごくいいですよね。はい、はい、そうですね、はい、ぜひおすすめしたいです。はいはい、これ衣装持ち込みでも借りるのでもいいんですか？はい、もちろんです。お手持ちのお着物とかもお持ちいただいて、もし足りない小物などございましたら、そちらもうちの方でお貸し出ししますので、はい、ぜひそういったことも言っていただければと思います。はい、そして実は木崎さんはちょっと以前にも紹介させていただいたんですけれども、はいはい、もうヘアメイクのプロでいらっしゃって、はいはい、ミスユニバースの、ね、メイクなんかもされているので、こういった機会にちょっとメイクをプロにしてもらうっていうのもいいですよね。はい、そうですね、皆さん鏡の中でだん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 お顔が輝いていくのが私もすごく嬉しくて、こんなに綺麗になってっていうので、とても気分がこう高揚されて、すごいいい笑顔で撮影に、はい、臨まれています。はい、いやすごく素敵な企画だと思うんですが、はいはい、ワクチン接種済みを証明するのはどうしたらいいでしょうか？はい、そうですね、皆さんにワクチンの接種券の封筒が来ているかと思うんですが、シール状になった接種券の右の方にですね、ワクチンの接種が済んだ方はシールがここに接種をしたっていう注射のシールが貼られて、まあ、1回目2回目とこう済んだ状態になると、このようにシールが貼っているっていう、はい、状態になっています。こちらをまあお持ちいただければ、はい、接種の、証明になりますので、はい、こちらをお持ちください。はい、ということで、ぜひぜひ楽しい企画をね、皆さんでもこうワクワク考えながらお出かけいただくといいと思うんですが、はい、予約をしてからですよね。そうですね、今はご予約でなるべくお客様同士が密にならないような対策をとっていますので、予約も少しこうゆとりを持って取らせていただいておりますので、まずはお電話をしていただけたらと思います。はい、ということで、秩父市中町にある藤井衣装さんでは、はい、ワクチン接種済み証明券を持っていくと割引サービスがあるということですので、ぜひこの機会にお得に、はい、記念撮影されてはいかがでしょうか。はい、ということで PR 秩父のコーナーでした。
はい、ということで木崎さん、もう秋めいてきましたが、はい、メイクでも秋めいた感じとかって最近はどんな流行りなんですか？そうですね、もう8月中にはいわゆるあのデパートのコスメとか、まあ、ドラッグストアのコスメもそうなんですけれども、ほぼ秋の最初の、あのコスメはもう出揃っています。あの暑かった時に、はい、で秋のメイクなんですけれども、やっぱりお洋服も少し質感も重い質感になってきますよね。Tシャツとかコットン素材とか、そういったものがだんだんちょっと毛が入っているウールとか、そういったものになっていくので、メイクもちょっとこっくりした色合いがやっぱり増えてきています、はいはい、トレンドは何色なんですか？そうですね、トレンドはやっぱりちょっと赤みのある、色のアイシャドウとか、はい、そういったのがすごく増えています、はいはい、あとはカーキとか、カーキってちょっと顔色が悪く見えたりとか、今までこう敬遠されていた色だったりするんですけど、最近はやっぱりそういった日本人の肌に合うような、大人の肌に合うようなこう色味でたくさん出ていますので、はいはい、挑戦していただけたらと思います。そうですね、はいはい、ぜひそういったビューティーアドバイザーも、ね、はい、されていますので、はい、木崎さんのインスタとかも楽しいので、はい、ありがとうございますぜひぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということでちょっとね、寒暖差も激しくなっていますけれども、ぜひぜひ皆さん体調には気をつけて、これからも楽しく過ごしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。